視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。今回はあるリクエストに応えるためキャラをゲットしに行きます。ときめき夏祭り、君がいた夏祭りを攻略します。採点報酬だから頑張れよ。もちろん全部ゲットします。ではゴー。今回の目的は猫阿波踊り。こいつがいないとリクエストに答えられません。そうなのか。ここまで来てゲットできなかったので、これでもし取れなかったらトレジャーレーダーを使うことになります。ライオンで速攻かけないのか。点数が低めなので慎重に行きます。まあ最終ステージだから難易度が高いかもしれないしな。今回速攻をするのになぜかが大2種類とも使います。逆転の発想だな。さあ現れました。ぼったくらっことやぐらわんこです。赤い敵も複数いるぜ。これでお金を貯めます。なんだかんだでライオンは使うんだな。そりゃあこういうステージですから。ああ。だるまさんが転んだあ。な、おい、動きを止められたぞ。しかも天使まで出てきました。まあこの編成はまた旅周回用なので万能にしています。ここでガオンを出したな。鈍速ですが近づけば活躍してくれます。黒の方が良かったんじゃねえか。まあそうなんですが天使が混ざってるのでこちらで対処しましょう。言ってるそばから黒を出したか。お金が貯まればどんどん出さないといけませんからね。白距離がそんなに離れてないのでガオンの足でもそんなに時間はかかりません。次はメガロか。さあヤグラは倒れて祭りは大騒ぎ。お願いだからここでゲットできますように。速攻しなきゃいけないのにカンストまでキャラを出す奴がいるか。結果は、どうやら達成報酬は全部ゲットしたみたいです。どっちが先なのかわからないので見守るしかないです。ここでご報告。ここで取れなかったのでレーダーで取ります。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。